支援者の黒羽です。航空機騒音の苦情データ、2023年4月分をまとめて、各機関に送付しましたので、その記録動画です。提出した書類というかデータは、概要欄からダウンロードできるようにしています。はい、簡単に説明しておきます。 えっと、まずは、えっと、軍隊系ですね。えっと、米軍と自衛隊の航空機、えー、騒音データですね。をまとめて、これは、えっと、南関東防衛局へ提出しました。はい。こんな感じですね。で、えっと、今回からは、ちょっとこの、 えっとね、ハイフンというか、組織が、えー、書いてないのもあります。これはちょっと分からなかったやつですね。うん、あの、フライトレーダー乗ってなかったり、あとは、あずささんの方が、えっと、メモすることもできず、体調悪くてメモすらもできなかった時間帯とかですね。まあ、そういうのもちょっと、えっと、 足しています。足してというか、うん、省かずに、えー、提出することにしました。はい。えー、で、次、えっ、ー、と、軍隊系を取り除いて、えっ、ー、と、民間機系ですね。えっ、ー、と、旅客機、えー、およびプライベート機ですね。の苦情データ、えー。こういう感じになってますけど、こっちは結構長いですね。 で、これを、おーと、まずは、国土交通省ですね。えー、それから、えー、主に穴が、あの、ま、あ7割8、7割8割穴なんで、まあ、あ穴、穴へも提出。えー、あとは、えー、っと、全日本航空連合会、えー、にも提出しました。はい。んで、えー、っと、 全日本航空連合会だった全日本航空事業連合会ですね、うん。全日本航空事業連合会にも提出しましたということですね。で、えっと、あ、そうだ。全日本航空事業連合会は、この間初めてコンタクトを取って、で、えっと、返事も来て、 えっと、情報、えーと、参加団体にね、情報共有はしてくれるっていうことだったんで、えっ、ー、と、引き続き、じゃあ、えっ、ー、と、苦情データも毎月出していきますっていうことを了承していただきました。はい。えー、ですね。で、全日本航空事業連合会は、えっ、ー、と、前回出したのが去年分だったので、えっ、ー、と、今回今年分を全部出しました。えっ、ー、と、 これ4月分ですけど、あと2月と3月の分もまとめて出してます。あと、これ去年なんですけど、これ出しといた方がいいなと思ったんで、去年の9月、2022年9月、強烈航空撮影の飛行で、えー、倒れた時のデータですね。これも一応概要欄に載っけておきますね。あのー、 ここですね。これあず、アザさんの直メモですね、うん。リアルなやつですけど。で、この赤で囲っ、赤で囲ったのは僕ですけど、えー、ここずーっと飛んでて、体調がずっと悪いですね、うんえー。で、その時のフライトレーダーの図なんですけど、これ、強烈のセスナ機が来て、航空撮影が始まって、 こうですね。ーガーッと。もうこれ、あずささんの家がもう <laughs> 完全に真ん中の方にすっぽり入っちゃってるんで、往復ビンターを食らってるような感じですね。で、抜けていくと、うんまあ。航空撮影ってこんな感じなんですよね。だから、これ避難も何もできないような感じになっちゃうんですね。うーん非常に、えー、難しい問題です。あの、航空機も、まあ、いくら、 強くても、その、通過であればなんとか耐えられるんですけど、こういう往復になっちゃうとね、どうにもね、難しいですよね。で、全日本事業国連合会も、その参加団体にね、えっと、そ強制力とかはないから、そういう交渉っていうのは、まあ、できないとは言ってましたね。まあ、ただ、<laughs> あの、情報共有するので、まあ、 うん。まあ、そういう中で、ちょっとした強制力みたいのは、まあ、もしかしたら出てくるかもしれないっていうことですよね。まあ、相手方が感じるかもしれないとですね。ちょっと遠慮しようかなって思うかもしれないんで。っていうことですね。はい。えー、で、なので、ちょっとこれも出しました。はい。ということで、今回2023年4月分の航空機騒音苦情データ ですね。提出、えー、と、南関東防衛局、アナ、えー、と、国土交通省、全日本事業航空連合会です。